あまりに痛い古豪の退場、学来脱落に伴う5つの影響を考察。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は学来脱落の5つの影響について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本日ネタ、史実ネタを含むため、気になる方はご注意くださいね。飛信隊、学科軍は2軍共同で陣形を組み、聖火軍への突撃を敢行しましたが、学来はこの突撃の最中、聖火将の上下流に一撃のもと撃たれてしまいました。学来は飛信隊に加入した元標高兵の王佐として、8年にわたり維新を支え続けてきましたが、そんな彼の脱落は、飛信隊にどのような影響をもたらすのでしょうか。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、影響1、プロヒュアの消滅。学来退場に関する直接的な影響として、まず考えられるのが、プロヒュアの消滅です。今回、学来が上下流に撃たれたことで、プロヒュアは将を失ったわけですが、もしこれが普通の部隊であれば、李信は飛信隊内から学来の後任者を選出して、プロヒュアを新たな隊長に任せる、というのが軍規上の通例です。しかし飛氷は、元標高兵を中心に編成されているという特性上、標高軍に在籍していなかったものを、新たな将に据えようとしても、プロヒュアの兵の力を引き出しきれず、隊の持ち味を損ねてしまいかねません。理想を言えば、プロヒュアには、学来の副官として元標高兵の実力者が在籍しており、その者が、学来に代わって部隊を引き継ぐ、という展開を期待したいところですが、元標高兵が飛信隊に加入した際、ガロが学来の副官的な立ち位置にいたことを踏まえると、ガロの他に指揮官級の元標高兵がいる、という可能性は低いでしょう。指揮官候補がいないとなると、さすがに黒飛氷を部隊として維持できないでしょうから、彼らは義安戦の後に解体されて、消滅することになりそうですね。そうなると、黒飛氷の行く末として可能性が高そうなのは、ガロが率いる赤飛氷へと統合されて、再び飛氷と名を改める展開ではないでしょうか。2. 影響2、戦術幅の縮小。次に考えられる学来退場の影響として、飛信隊の戦術の幅が狭まる点が挙げられます。飛氷は、飛信隊加入からしばらくの間、一つの部隊として活躍していましたが、維新の将軍昇格後に行われた、飛信隊の組織再編に伴い、学来を将とする黒飛氷と、ガロを将とする赤飛氷に分けられています。本編中で、彼らが分かりやすく別行動を取る場面はありませんでしたが、飛氷ほどの精鋭部隊を2部隊別々に動かせるという編成は、飛信隊の戦術の幅を広げる上で、相当役に立っていたはずです。しかし、学来が倒れたことで、黒飛氷が赤飛氷などの別の隊と統合されてしまえば、飛氷を2部隊として運用していた頃に比べて、運用時の自由度が格段に下がってしまい、飛氷の兵を補充できたとしても、飛信隊全体としての戦力低下は免れません。その意味では、学来の退場について最も頭を抱えることになるのは、宮司である、下領点なのかもしれませんね。3、影響3、将校の不足。また、飛信隊の組織運営に関する深刻な問題として、将校の不足が挙げられます。飛信隊は現在、部隊長たちが、おのおのの指揮権限の上限人数まで兵を率いることで、1万5000の軍を成立させています。しかし、学来の脱落後、飛信隊には彼の代わりに1000人もの兵を率いる権限を持つ将はいないため、李信たちは、趙北部から無事生還し、新本国で失った兵の補充をしようとしても、新軍の制度上、飛信隊はこれまで通りの人数で活動できなくなります。この幹部不足問題を解消するためには、既存の飛信隊幹部の誰かが昇進するか、あるいはよその軍から、新たな幹部級の人材を得なければなりません。どちらにせよ飛信隊は、少佐と巨外を失った行戦の直後並みに、義安戦の後で大きな組織改変を迫られることは間違いないでしょうね。4、影響4、フルツワモナの減少。他に大きな影響として考えられるのが、飛信隊内におけるフルツワモナの減少ですね。飛信隊は、維新が少年時代に王騎から名を与えられ誕生した新進気鋭の部隊であり、隊長である李信を含め、古参の幹部たちも他の軍に比べて、
年若いものが多いのが特徴です。鬼神隊はこの隊員の平均年齢の低さによって勢いの強さという武器を獲得していますが、同時に彼らの若さは経験の浅さにも直結してしまいます。結成直後から前線を転々としており、平均よりも場数を踏んでいたとしても、隊の誕生からまだ10年未満と歴史が浅く、歴戦の軍に比べて経験が不足している彼らは、過去に猛威を振るった敵将や戦術について知見が足りないのが弱点です。その点、学来は虚無行軍の士官として前線で長年戦い続けた戦略を持ち、草原と白鵬による中華十九対決といった今や伝説と化した戦いを目撃するなど、自身の経験談で鬼神隊の経験不足を補える貴重な存在でした。今回彼が倒れたことで鬼神隊には生き字引役が不在となりましたので、彼らは将来的に経験の浅さを敵に疲れて苦しむことになりそうですね。5. 影響後、攻武力の将の喪失。また意外と見過ごせないのが高い武力を持つ将の喪失です。過去にこちらの動画でも紹介しましたが、公式ガイドブックによると、学来は鬼神隊内でも8番目に高い武力を持っており、李信、羌海、羌霊といった規格外の3名を除けば5士に入る実力者でした。鬼神隊は常に主海平原で個人武力第10位の所有者を失っていますので、今回学来が退場したことで、彼らは隊内における個人武力の上位入賞者を2名も失ったことになります。今のところ鬼神隊では李信と羌海が敵将との戦いの大半を担当しており、幹部が個人武力を重視される局面はそこまで多くありませんでした。しかし彼が主海平原戦で魚群軍の最精鋭10艘の一人を一騎打ちの末に倒したように、今後は飛信隊の幹部たちにも敵将と1対1で戦う局面が増えてくると思われます。そうなった時、これまで隊内でも屈指の武力を誇っていた学来の退場は飛信隊にとって無視できない痛手となり、彼らを苦しめることになるでしょう。そうならないためにも、願わくば飛信隊の幹部たちには学来の死を糧に奮起して波の武将を凌駕するような武力を得てほしいですね。寡黙な性格ゆえに鬼神隊の中でも活躍描写が少なかった学来ですが、こうして見ると彼はその落ち着いた性格や隊内屈指の戦歴の長さなどで相当鬼神隊に貢献していたことがわかりますよね。学来の退場によって鬼神隊の弱体化は避けられないでしょうが、鬼神隊の隊員たちにはどうか学来を失った悲しみを乗り越えて彼の意志を継いでほしいですよね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。